談。さて、行こうか。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はシンボリルドルフ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ナリタブライアン。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない2冠馬娘、リワハヤヒデ。1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。3番と8番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気岩早秀、サンタ快調に飛ばしていきます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭はサンタ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番同点上段、3番手4番手スーパークリーク、その後ろに2番少し離れてシンボリルドルフ、その後ろナリタブライアン。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。そしてその内から行ったのは4番、さらにはダイワスターレット、1馬身離れて16番、内からレーシンフラッシュ、その後6番、リワハヤヒデ。この位置につけています。少し後ろから5番、後方2番手にエアグルーヴ、そして最後方10番、リワハヤヒデ。果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は3番、続いて8番、そしてその後方にはスーパークリーク、シンボリルドルフ。外から行く、内同線上段、それを見るようにナリタブライアン。その後ろから2番、その外並んでダイワスターレット、そしてその内から行ったのは4番、そしてその後ろから行くのは16番、その内並んでレーシンフラッシュ、そして外目を突き出しては岩早秀。向こう正面に入って先頭からシンガリまでおよそ11馬身。さらに3番、少し後ろからシンボリルドルフ、残り 1000m を通過。少し後ろからナリタブライアン、少し離れて同線上段、さらに内から8番、それを見るようにダイワスターレット。2番、追走、その後ろスーパークリーク、それを見るように4番、少し後ろから16番、リワハヤヒデ。並んできた、内を回ります。エイシンフラッシュ、その後6番、1馬身離れて5番、シンボリルドルフ。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。練習を重ね磨き上げた、これが私の方程式だ。どうだ、見たか。って近いぞ。